サハラ砂漠、アタカマ砂漠からハリ砂漠砂漠とは、降雨が極端に少なく砂や岩石の多い土地のこと。年間降雨量が250ミリメートル以下の地域、または降雨量よりも蒸発量の方が多い地域などの定義がある。地球上の陸地に占める面積は19億ヘクタール34億ヘクタールに及ぶ。植物がほとんど生息せず、 水分も少ないため、気温の比較差が激しい。よって農業には適さず、人間の居住が難しい地域である。砂漠地は岩石、歴、砂、和地、塩湖などで形成され、砂漠地の中で水が得られる貴重な場所は人などが生息できるオアシスとなる。海の砂漠は砂漠ではないが、本港で解説する。砂漠という表記からの連想もあり、 一般的には見渡す限り砂地が広がって、風紋を売りなしている情景がよく想像されるが、実際には岩石に覆われた高料たる地域が主であり、砂に覆われた地域は全体の20%ほどに過ぎない。砂漠のうちで最も多いものは岩盤がそのまま露出した岩石砂漠であり、歴によって覆われている歴砂漠もかなりの範囲を占める。 土砂漠は土や粘土によって覆われた砂漠である。こうした砂漠の土壌は砂漠土と呼ばれ、植物がほとんど生育しないことから腐食が非常に少ないことおよび塩分が強いことが特徴となっている。砂砂漠には砂地や砂丘が広がる。蒸気の分類において岩石砂漠はその名の通り土壌がほぼ存在せず岩盤がむき出しとなっている。これは 砂漠の強い風などによって、氷層の土壌が吹き飛ばされてしまったためである。地形としては山岳など、風が強く土壌が留まりにくい地形に多く存在する。歴砂漠はそれよりもやや緩やかな傾斜の地域に存在し、数十センチ程度の薄い土壌層は存在するものの、その上の地表はすべて粒手によって覆われている。歴砂漠を覆う歴は回転運動をすることがなく、 片面が常に太陽光の方を向いているため、風化によって日光を受ける面が変色しているのが特徴である。土砂漠も表層は硬い粘土などであり、軽い砂などが吹き飛ばされていることには変わりない。工術のプライアのほとんどは土砂漠となっている。こうした地域から吹き寄せられた砂が堆積するのが砂砂漠である。砂漠を形成する要因は以下のように分類される。 それぞれについて分布する井戸に異が見られる。日本で砂漠がつく地名が国土地理発行の地図に記載されているのは伊豆大島の三原山山6にある浦砂漠、奥山砂漠の2カ所のみである。火山岩に覆われて植生が少なく風景が高涼としているものの島全体に降雨は多く厳密な意味での砂漠ではない。広大な砂礫地として知られる鳥取砂丘も 砂漠と地形がよく似ているが、あくまで温帯質純気効果で、降水量は豊富である。風で絶えず砂が動くために植物が生えにくいが、砂丘の景観を維持するためボランティアによる除草が行われているほどである。砂漠の砂の蘇生は砂漠によって異なる。またその蘇生は砂漠の成熟度に影響を受ける。砂漠においては、昼夜の温度差や氷結によって、 岩石歴構成鉱物単位に分割され、さらには再流化する。さらに、砂漠環境であっても、科学的な風化作用によって鉱物は溶解する。これら風化作用に対する抵抗性は鉱物によって異なり、観覧石、奇石、核栓石、カルシウムの多い腸石などは、風化を受けやすく、カルシウムの少ない腸石、石栄などは、風化を受けにくい。 特に石英は抵抗性が高く、成熟した砂漠で最後まで残る、鉱物種となる。成熟した砂漠の例としては、リビア砂漠、オーストラリア砂漠、カラハリ砂漠、ナミブ砂漠の一部などが挙げられる。特に、サハラ砂漠の一部である、リビア砂漠には、大小の天然ガラスの塊で構成された領域が、点在し、どのように生成されたのかが、謎となっている。逆に、 タクラマカン砂漠などは極めて未成熟である。砂漠は植生の少ないことや晴天が続くことなどから気温の1日の変動が非常に激しいのが特徴である。低緯度にある砂漠においては夏の日中には50度を超えるところもある一方で冬の夜間には晴天のため気温が下がり氷点下になる地域すらある。こうした気温変動の激しさと風の強さ、そして 降雨時の流水の激しさは岩石の風化を促し、風化した岩石は砂となって砂丘を形成する。風が強いため風色作用によって作られる酸化土石が多く存在するのも砂漠の特徴の一つである。砂漠は降雨量が非常に少ないが、それは湿度が低いことを必ずしも意味しない。大部分の砂漠においては確かに空気は乾燥しているが、 海岸部に存在する砂漠の場合、隣接する海からの水蒸気が空気中に含まれており、湿度は高くなる傾向にある。砂漠気候に属するあら、また、アフリカのナミブ砂漠やペルーの海岸部といった海岸砂漠の場合、砂漠の上に朝になると霧が漂うことが多く、そうした霧を取り込んで降雨の少なさを補う植物も存在する。 イスラエルネゲブ砂漠のワジナイル川は砂漠の中で巨大なオアシスを形成している砂漠は降雨量が非常に少ない地域であるがほとんどの砂漠では全く雨が降らないわけではなく年に数度から数年に一度降水があるところが多いこの場合数日間に分けて雨が降るのではなく一度に大量の降水があることがほとんどである降雨の間隔は不規則で量も一定しないため 年によって降水量の変動が激しい。サハラ砂漠の極乾燥域の場合、24時間の降水量が年間平均降水量を上回ることも珍しくない。砂漠は乾燥しているため地面は急速に水を吸収するが、森林が存在しないため降った雨は地表にプールされることなく、降雨の大量さも相まってかなりの水が一気に地表を流れ下るため、 この高地点近くに人間がいた場合、砂漠で洪水に見舞われることになる。こうした大量の流水は和地と呼ばれる稼働を形成するが、和地には高宇時以外に水が流れることはない。和地は地形が低く地下水も得やすいためにしばしばオアシスが形成されることがあるが、もともと稼働であるため洪水時には洪水となる。また、和地以外の地形にも流水の影響は、 色濃く現れている。山岳の斜面にある緩やかな斜面はその形状から山陸間斜面と呼ばれる。ペティメントの下には、歴で覆われた戦場地が広がり、これをバハダと呼ぶ。バハダのさらに下、盆地の底部には粘土に覆われた平坦な地形が広がることが多いが、これはプラヤと呼ばれる。プラヤは豪雨時の流水によって運ばれてきた。 堆積物によって形成されたと考えられている。プラヤにはこの豪雨時に周囲から運ばれてきた塩分も堆積することが多く、しばしば岩塩を産出する。また、プラヤの土壌の多くはアルカリ性を示す。また、和地ではなく通年流水のある河川が砂漠の中を流れることがある。こういった河川は、 砂漠の外で大量の降雨がある地域から砂漠に流れ込むもので外来河川と呼ばれる。砂漠の河川にはタリム川やアムダリア川、シルダリア川のように砂漠の中で完結して外部へと流出しない内陸河川が多い。こうした内陸河川の末端にはアムダリア川やシルダリア川の注ぎ込むアラル海やボルガ川の流れ込むカスピ海、タリム川のかつて流れ込んでいた。 ロプノールのように湖が形成されることが多い。こうした砂漠の湖のほとんどは、流入河川から長年かけて流れ込んだ塩分が凝縮され、塩湖となっていることがほとんどである。また、湖を形成する前に、砂漠の途中で消滅してしまい、和地となる河川も多い。こうした中、チグリス川、ユーフラテス川、ナイル川、 コロラド川のように砂漠を貫流し海へと注ぐ河川も存在する。こうした河川は砂漠の住民にとって貴重な水の供給源であり、中でもナイル川は巨大なオアシスを形成し人類最古の文明の一つである古代エジプト文明を育んだ。サボテン多肉植物は砂漠に適応した植物の一つであるアメリカ西部から南西部にかけて生息する。 タケかのきのこアガリクスディザーティッコラ。表皮が乾燥、ひび割れると成熟した胞子が放出される砂漠は、植生がほとんど存在しないため、植物を食料とする動物の生息も少ないが、植物、動物ともに全く存在しないわけではなく、乾燥地に適応した種が各地に生息しており、独自の生態系を形成している。 砂漠に生育する植物は大きく分けて、アカシアなどのように根を深く張り巡らせて、地中深くの地下水やわずかな降雨から水分を得る。タイプ、花どの内部の柔ら組織に大量の水を蓄える、サボテンに代表される、いわゆる多肉植物、そして種子などの形で休眠し、降雨があると急速に成長し花を咲かせて、大量の種子を残し、短い期間で枯れるタイプに分けられる。 乾燥地の土壌は塩分を含んでいることが多いため、耐塩性も高い植物が多い。砂漠内の例外としてオアシスは水を得ることができる、ため、多様な植物、動物が生育できる場所である。砂漠に生えるキノコは、ヒダが傘の内部に取り込まれた、セコテオイド菌類が多く、胞子が成熟した後で表皮が割れ、胞子が露出するのが特徴である。また、 砂漠の砂は風によって巻き上げられ、遠く遠洋や他大陸にまで到達する。例えば、サハラ砂漠において巻き上げられる砂塵の量は、年間20億から30億トンにもなり、2月から4月にかけては、カリブ海や南アメリカ大陸に、6月から10月にかけては、フロリダ州などに降り注ぐが、こうした砂は各地に害をもたらす。一方、各大陸や海洋生態系にとって、 重要な栄養素の供給源ともなる。また、サハラ砂漠の熱はシロッコとして南ヨーロッパに運ばれ、井戸の割に温暖な気候をもたらしている。カナートの横断面オアシスアルジェリアのヒトコブラクダのキャラバン。ラクダは砂漠に適応した家畜であり、砂漠交易を飛躍的に拡大した砂漠の大部分は濃厚が不可能であり。 大部分は人類が定住することが不可能な地域となっているが、古来よりオアシスに農耕民が定住し、夏目足などの栽培を行い生計を立てていた。こうしたオアシスにおいては、しばしばホガラやカナートといった地下水路が建設され、オアシスにまで水を引き込んでいた。こうしたオアシス農業はしばしば多くの人口を支えるに十分なものとなり、オアシス都市を形成する基盤となった。 こうした砂漠帝住民の伝統的生活様式は、例えば家屋においては、雨がほとんど降らず排水の必要がないため、屋根が平らであり、またが息を遮り直射日光を避けるために、窓が非常に小さく、そして多くが日干しレンガを用いて作られていたり、また衣服においては直射日光や砂塵から身を守るために、 ゆったりとした衣服で全身を覆い露出部分を非常に小さくするなど砂漠の気候に適応したものとなっていた。こうしたオアシス定住民の他に旧大陸の各地の砂漠には遊牧民が存在していた。砂漠の有用性が飛躍的に向上したのはラクダを家畜化することに成功した後のことである。ラクダは 乾燥地に適応した家畜であり、肉や乳を食用とすることもでき、ラクダ乳はしばしば有望区民の主食ともなっていたが、最も有用性を発揮したのは、運輸の分野においてである。ラクダは二役動物として使用することが可能であり、ラクダを使用することで、それまで不可能であった砂漠越えの交易が可能になった。これにより、オアシスト市をつなぎながら、 桜間間砂漠を越える東西交易のメインルート、いわゆるシルクロードが使用可能となり、大航海時代の到来まで東西交易の柱となっていた。こうした交易の利益によってオアシス都市はしばしば小規模な都市国家を形成した。また、3世紀にはサハラ砂漠にもラクダが伝来し、これによってサハラ砂漠を南北に越える商業ルートの開設が可能となり、 サハラ交易が開始された。このサハラ交易は、北の塩と南の金の交易を柱とするものであり、この交易の生む富によって、サハラの南に位置するサヘル地帯には、ガーナ王国やマリ王国、ソンガイ王国、カネムボルヌ帝国といった大規模領域国家が成立することとなった。砂漠にも、オアシスや海岸を中心として、大都市が形成されることがある。 ナイル川沿いに位置するカイロやアラビア湾岸に位置するドバイなどがその例である。海岸部の砂漠、特に資金と燃料に恵まれるペルシャ湾岸諸国においては海水の淡水化によって豊富な生活用水が確保され、ドバイの他にも大都市が形成されるようになっている。また、砂漠は水の供給の問題さえ解決できれば日照にも恵まれ必ずしも住みにくい場所ではない。 ところも多く、アメリカのラスベガスのように、コロラド側からの飲水によって、大観光都市に成長したところも存在する。アメリカでは、他にアリゾナ州のフェニックスなども快適な気候と、エレクトロニクス工業の発展によって移住者を集め、第二次世界大戦後に急速に発展した都市であり、フェニックスのみならず、メサやグレンデールといった、近郊都市にまで発展は拡大している。また、 砂漠は日照に恵まれるため、水さえ確保できれば、農業の公的地になり得る。このため、アメリカの半砂漠やサウジアラビアなど、アラビア半島の産油国では、地下水を汲み上げ、スプリンクラーでセンターピボット農法を行ったり、あるいは海水を炭水化した水を使って、大農園を作るなどして、砂漠の農地化が行われている。ただしこうした大規模な考え農業の場合、 砂漠では土地の遠征化が起こりやすく、これを防ぐために排水路を設けた上で遠征の低い水を土の上にかけ塩分を流し去ることなどが行われる。ただし、この遠征化管理はかなり精密なコントロールが必要なものであり、無秩序な考えを繰り返した場合、塩害が非常に深刻なものとなって耕作地を放棄せざるを得ない場合も多い。 砂漠地下水は化石水が多く新規供給がほとんどないため大量に使用した場合、地下水位の大幅な低下や最悪の場合枯渇を招くこともある。リビアにおいてはサハラ砂漠中に眠る化石水を組み上げトリポリやベンガジといった海岸部の大都市や農園地帯に水を供給するリビア大人口河川というプロジェクトが実行され一部供用されているものの こうした化石水は現在の気候上強化においては補充が不可能なものであり枯渇の危険性が懸念されている。また、これとは全く別個の発想で農園に張り巡らせたホースの所々に穴を開け必要最小限の水だけを植物に与える天敵農法と呼ばれる農法も存在する。この農法は水資源が非常に少なくても実行でき、 霧の発生する海岸砂漠では、除湿器を設置するだけである、程度必要量の水が確保できる上、水分が最小限で済むためほぼ土地の遠征化が起こらないなどの利点が存在するが、一方で非常に手間がかかり、維持管理コストが高くなるという問題点もあるため、さほど一般的な農法とはなっていない。この他砂漠に居住地が形成される例として、 砂漠に眠る資源が採掘され鉱山が形成される場合がある。アルジェリアのハシメサウド油田やサウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦、カタールなど砂漠に油田を持つ国は数多い。この他、モーリタニアのズエラット鉄鉱山やオーストラリアのマウントニューマン鉄鉱山、チリのチュキカマタドー鉱山、ニジェールのアーリットーラン鉱山などのように、 人里離れた砂漠の真ん中に鉱山町が形成されているケースも多い。こうした場合、鉱山運営や労働者の生活に必要な水は遠隔地から運搬する必要があるが、シリア、オーストラリアなどでパイプラインによって水を運ぶ場合、導水管が数百キロに及ぶこともある。砂漠の鉱物資源として近年注目されつつあるのが、塩湖に堆積した各種資源である。 特に、リチウムイオン電池などで急速に需要の増大している、リチウムは塩湖において濃縮しやすく、火災埋蔵量の大半が砂漠塩湖に存在する。中でも、最も莫大な埋蔵量を持つのが、ボリビアのウユニ塩湖であるが、この採掘によって、生態系や観光産業への悪影響も懸念されている。砂漠は、その独特の自然環境から観光地としても、 一定の人気を有する。砂丘やオアシスなどの美しい自然を眺めるほか、ボリビアのウユニ塩湖のような塩湖、塩原も白く輝く景色が人気を集めている。こうした通常の観光のほか、砂漠を四輪駆動車などで失踪するオフロードツーリングも人気が高いが、こうしたオフロードツーリングは地表面を覆っていた地衣類や酸化鉄などによる地表被膜を剥がし、 ダストの原因となるとの指摘もある。この他特殊な利用法として、天体観測地としての利用法がある。砂漠は年間を通じて晴天に恵まれ、さらに海岸砂漠を除いては、赤外線を吸収する水蒸気が非常に少ない上人間活動が少ないため電波干渉なども起こりづらく、天体観測地としては非常な公的地となっている。こうした 天体観測地としての利用が最も多いのはチリのアタカマ砂漠であり、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉系、ヨーロッパ南天天問題のパラナル天文台、ラシア天文台、ラスカンパナス天文台にある日本の南天やマゼラン、望遠鏡、オステ望遠鏡など、多数の天体望遠鏡や天文台が集積し、地上における天体観測のメッカとなっている。このか。 ナミビアのナミブ砂漠にはこの美しい星空を求めて観光客が訪れるようになっている。この他、21世紀に入り注目されるようになった利用法として太陽光発電が挙げられる。砂漠はほとんど降雨がなく、一年中晴天に恵まれるために利用できる太陽光エネルギーが非常に大きく、このため大規模な太陽光発電所を砂漠に設置して、 大量の電力を供給する計画が各所で構想されている。しかし太陽光発電はパネルの寿命や発電効率などに問題があるため、それに代わって太陽光をレンズや反射鏡を用いた太陽炉で就航することでタービンを回し、気力発電の熱源として利用する、いわゆる太陽熱発電が2010年代に入り注目を浴びるようになってきた。 特に注目されているのは電力の代償基地たるヨーロッパ大陸に近いサハラ砂漠であり、中でもモロッコがこの事業には積極的である。2016年2月4日にはモロッコ南部の都市ワルザザート近郊にて160メガワットの発電量を持つヌール1発電所が完成し、創業を開始した。この他、アメリカやインドのラジャスタン州やパキスタン、 イスラエルのネゲブ砂漠などで砂漠における太陽光、太陽熱発電計画は進んでいるが、鳥などの野生生物に与える被害や当初予定よりコストが高額になるなど問題点も多い。世界の砂漠化危険度マップ地球上、これは蒸気のような気候による影響だけではなく人間の活動に伴う要素が大きい。こうした それまで砂漠ではなかった場所が砂漠となることを砂漠化という。砂漠化にはそれまでの土壌が雨や洪水、風などによって流出し基盤が露出し植物が生育できなくなる土壌流出、土壌中における塩類濃度が上昇し植物が育成できなくなる塩性化、周辺にあった砂丘から砂漠ではない地域に砂が流れ込み農地などを飲み込んでしまう筆砂や流砂などがある。 砂漠化はその地域に居住する人々の食料生産ができなくなることや二酸化炭素の吸収源である森林が減少し地球温暖化を加速させるなどという深刻な影響がある。こうした砂漠化を進行させる原因としては森林の過剰な伐採により土地の保水能力が衰えることや家畜の過放牧、過剰な焼き畑農業、 過度の考えによる土地の遠征化などが指摘されている。中央アジアに位置するアラル海においては、湖に流れ込むアムダリア川とシルダリア川の二つの大河の水量が沿岸地域における過度の考えやカラクム運河への分水などによって大幅に減少してしまい、湖に流入する水がほぼなくなったために湖水の面積が急速に縮小し、 かつてのアラル海のほとんどは乾燥した塩原となってしまっている。こうした砂漠化の進行を防ぐために砂漠沿恵でのグリーンベルトの造成や草方角による砂丘移動の防止など様々な対策が取られているが実効性は上がっているとは言えない。なお、こうした砂漠化防止とは別に もともと砂漠だった場所に植物を生育させ緑地化する、いわゆる砂漠緑化も行われているが、これは本来の砂漠から緑地へと自然を改変するものであり、生態系の維持などの点から批判がある。不確定要素はあるものの、1980年と2000年を比べると、サハラ砂漠とその周辺では、高雨量の増加により緑化が進行しているとされる。東洋漢字制定前は、砂漠。 砂漠ともに使用されていたが、砂が東洋漢字から外れたために砂漠のみが使用されるようになった。なお、砂も砂も砂という意味を持つ漢字であり、むしろ漠という字が水がないという意味である。学術用語としてはデザートに対して砂漠という訳語が当てられる。このため学術用語の砂漠は砂字だけを指すものではないことは記述の通り、 中国語では、砂漠、漠、岩漠、泥漠、漠などの総称として、鉱漠を用いることがある。ユーラシア大陸の砂漠、アメリカ大陸の砂漠サハラ砂漠、大きさは900万平方キロに及ぶ、オーストラリア大陸の砂漠局地を除く世界の大砂漠産後干渉などにおいて違法な漁法として使用される生産化合物などの毒物や、爆薬の影響により、 サンゴが死滅し、海底に瓦礫のようにサンゴの死骸が広がっている現象を海の砂漠化と呼称する。東南アジアなどのサンゴ干渉において特に顕著である。ありがとうございます。